2014年エスタリオムニシパルで、イップルーアは、スペインバスク州ギプスコア県エーバルにある多目的スタジアム。主にサッカーの試合に使用され、SD エーバルがホームスタジアムとしている。1947年に建設され、7083人を収容する。ピッチサイズは縦103メートル横65メートルである。イップルーアが建設される前のエーバル市には簡素な、 サッカー場がいくつか存在したが、1947年9月14日の SD エイバル対 CD エルゴイバル戦で落成して、以来、イップルーアはエイバル市で最も重要なサッカー場である。1948年にはメインスタンドの工事が始まり、1951年に竣工した。谷底の町とも呼ばれるエイバル市街地は、デバ川が形成する細長い盆地の底に、 位置しているために、イップルーアのピッチは浸水や排水不良を起こしやすかったが、1959年には新排水システムの導入やピッチの水平化などが行われた。1970年にはメインスタンドの屋根が延長された上に、初めて投稿機が設置され、10月14日のレアル、ソシエダ対アスレティックビルバオのバスクダービーで、設置後初の試合が行われた。 1980年代には、グラウンドの改善が行われ、グラウンド生端部へのカバーの設置などが行われた。1988から89、シーズン終了後には、SD エイバルが、セグンダディビシオンに昇格したが、イップルーアは、セグンダで、最も簡素なスタジアムの一つだった。エイバル市の市街地は、イップルーアのある西側まで広がっており、スタジアムの北側は、 細い道路を隔てて民家が迫っており、南側は欧州道路の E-75 線、AP-85 線が迫っていることが増築を困難にしていた。SD エイバルはエイバル市議会とリーガデフトボールプロフェッショナルから資金援助を受け、1998年にイップルーアの完全改修計画を開始した。オリジナルのメインスタンドは取り壊され、新たに ピッチの長さをすべてカバーするスタンドが建設された。新メインスタンドは2800人を収容し、改修後のスタジアムの総収容人数の半分以上に達した。1999年にはゴール裏スタンドの改修工事も始まった。スタジアムの北側には道路が迫っているが、2001年には狭い北テラスに屋根が追加されて4列の座席が設置された。 さらにはピッチには新たな排水システムが導入された。2013から14シーズン終了後に SD エイバルが初めてプリメーラディビシオン昇格を決めた後、北スタンドの改修計画と6000席以上への増席計画がエイバル市議会によって承認された。2014から15シーズンのプリメーラディビシオンにおいて、イプルーアは収容人数最小のスタジアムだった。 2015から16シーズンのホーム開幕戦、2015年8月30日のアスレティックビルバオ戦で改修工事完了後初の試合が行われた。2014から15シーズン最終節、2015年5月23日の SDA バル対コルドバ CF 戦では、スタジアム記録を更新する6065人の観客を集めた。SDA バルは、 プリメーラ残留がかかっており、この試合に3から0で勝利している。ありがとうございます。